2020年11月12日木曜日の昼ぐらいです。本日岡山駅前高島屋に来ました。加藤君と来ております。高島屋2階にザ・コーヒーパーラー喫茶室さんっていうのがあるんですけど、そこでうちの果物を使ったパフェやお米を使ったカレーがありますので伺いたいと思います。ザ・コーヒーパーラーの喫茶室さんです。石原果樹園のビデオの隣を使っていただきます。ズッキーニだね。すごい、お魚の匂いがすごい。どうぞ加藤さん。桃の甘みもありますか。桃の甘みは分かんないけど、辛くは全然ないです。あ、なんですか。はい、なるほど。まあ、石原果樹園の大衆柿を使ったタルトをまずお願いしました。すごい美しいですね。綺麗に。まさか柿も自分がこんな美しくなるなんて思ってもなかったと思いますけど、どうぞ加藤さん。これで合ってる。それで合ってると思う。それで合ってる。がっつり入れなく下まで。ああ、大きいフォークだな。ああ。クリームはどうですか。クリームはすごいあっさりしてて、うん、こう柿の甘みを邪魔しないなっていう感じがすごい、ね、すごい綺麗に輝いてる、うんうん、なんかちょっとチーズっぽい。大丈夫です。チーズっぽい感じ。ありがとうございます。もう一口言ってください。タルザムチャエンのバジリーティーさせていただきます。すごいおしゃれな、はい、もう少々お待ちください。水出しコーヒーをいただきます。あ、なるほど。あ、すごい。パフェ来ました。パフェがすごい。はい、お願いします。一番下が白ワインのジュレ、はい、その上にナシのフレッシュな梨を刻んで入れております。で、白いのがブラウンマージェ、はい、カシスのソース、柿のソース、はい、梨のシャーベットも入っております。すごい。上のアイスクリームは先ほどの梨のシャーベットとワインを使ったバニラアイス、この下のアイスですね、半分で入れております。上の梨はヤギ。あ、ちょっと半分半分、何がどこ、アイス1つに対して、はい、梨のシャーベットとワインのバニラアイスを半分ずつ吸って。あ、それが1つ塊になってます。はい、そうなって。すげー、はい、ありがとうございます。おしゃれな梨、多分ちょっとゴロゴロと食べにくいかもしれないので、はい、取り分けながら。あ、ありがとうございます。皮がおしゃれに、そうなんです、ついてるはみ出てもいいあ
ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。タルトはどうでしたか、加藤さん。タルトですか。いや、美味しかった。美味しいです。じゃあちょっと、バフェ行っちゃってください。あ、ちょっと待ってください。バフェが届きました。石原果樹園のヤーディと柿のソースを使っていただきまして、これが各パーツの説明になっております。こうした商品さんはすごく物語を大切にして、岡山とか物語を大切にしてくださるので、すごい果物たちも僕たちも幸せですね。ぜひ季節に応じたスイーツ食べれるので、ちょっと回してみてください。よし、上からミントホイップ、ワインバニラアイス、ナッシャーベット、フレッシュナシ、ホイップ、カキソース、カキシャナッシャーベット、フレッシュソース、ブラウンチ、マルシ、すごいすごいセット、パーツがすごいですね。どうぞ加藤さん。召し上がれ。まあ梨避けてからでもいいし、梨食べてからでも。匂いがいいですね。再開しました。午前中もあったんですけど、さっきあったけどここで再開したって。うん。な、梨は間違いない。梨を避けてもいいし、さらに。バニラとヤーリーが喧嘩はしてないです。仲良くしてます。仲良くしてます。互いの香りがこういい感じに仲良くしてます。カキソースまでいっちゃってください。カキソースですか。ソースが多分、カシスと一緒になってると思う。ああ、じゃあここら辺ですね。なんて言ったらいいですかね。まあ柿の甘みとカシスの酸味が仲良くしてます。美味しいって言う。美味しいって言う。じゃあ、いただきます。いただきます。これ、こういうの崩すのね、嫌なんですよね、残念で。やはり。香りがすごいですね、やはり。やはり香りすごい。美味しい。シャーベットと、なるほどね。めちゃくちゃ上品。甘みがやっぱり優しいですね。尖ってない。甘みが自然ですね。甘い。カシスも主張しすぎず、
梨とうまく共存して、バニラはちょっと控えめに多分してくださってますよね。美味しい。うん、梨のザクザクとヤーリーの果肉が入ってて、梨がまた面白い。ジュレ、ね、これは梨、めちゃくちゃ美味しい。すっきりと下の方に行くとワインのジュレがあるんで、うん、味が変わってくるですね、下の方に行くと。美味しい。これは高級だ。うん、めちゃくちゃ美味しいです。ぜひお越しください。石原果樹園まみれなパフェとタルトと美味しいコーヒーありますので、コーヒーもコロンビア産、朝入り朝食いったこの水出しコーヒーめっちゃ美味しいです、うん、ありがとうございますありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと動画載せさせてくださいありがとうございます。乗ってきます。乗ってました。美味しかったですね。感じですか。美味しかったです。はい、変わらず。素晴らしい。ぜひ皆さん、岡山駅前高島屋2階ザコーヒーパーラー喫茶スタにお越しください。季節で今は石原果樹園の梨と柿を使っていただいて、夏にはブドウもたくさん使っていただきました。もう物語を大切にされるところですので、ぜひ美味しい。ぜひお越しください。ありがとうございます。